皆様こんにちは、便利屋ハッピーの門野口です。はい、9月8日水曜日午前9時17分でございます。東方町、原郷、付近ですね、ここからご案内となります。この先北通りでございます。道なりにちょっとまっすぐ行こうと思っております。現在気温21度でございます。埼玉県深谷市を走っております。この左右は北通りの通りでございます。左、時矢町とかですね、道なりに行くと山神社でしたっけ、山神社があります。で、北側走ると、深谷バイパス、17号バイパスの方に出る道でございます。非常に天気良かったですけど、また元に戻ってしまいましたね。雨は心配ないかもしれないのですが、まあ、今日はそうですね、夕方が少し 50%、70%、 夜もちょっと高いですね、降水確率が。今日深谷市は水曜日、第2月でいうと第2水曜日で、小型家電の日ということで、普通は水曜日危険物とか燃えないゴミ出せる日なんですけど、出せないんですよね、第2水曜日。その辺がややこしいです。間違って出してる方結構いますね。はい、原郷でございます。この辺新しい家建ってきてます。空は分厚い雲に覆われております。二連山神社です。左右は127号線、神社周り、木々に囲まれて、うそうとしてますね。木陰は暗くて非常に何かすごい湿気があるような感じですね。二連山神社前交差点、まあ、この辺も割とお客様ご利用いただいたことある家とかあります。右が福川っていう川、ちっちゃい川ですかね。で、明戸地区になります。北側ですね。左に行きます。深庄通りとかあっちの方ですね。県道でいうと127号線コインランドリーセブンイレブンさんだったのが、この先新しく移転したんですかね。同じオーナーの方かと思うんですけど、わかんないですが、で、また北通りの方、突き当たりのところですね。肉屋さんですか、木村、肉の木村さん。次深庄通りですね。そこまで手前までで、北通りの出口まで
り出動ですかね。はい、稲荷町付近では、この辺でご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。